現在、ビデオ会議をやっている最中ですが、ちょうどご飯の時間になりましたので、この人たちを外に出そうと思います。はい、どうぞ出してあげてください。はい、出た。収録中だから、はい、ちょっと真面目な話でもしようか。はいはい、いい子だね。ビデオ会議では、ちょっと今じゃあビデオに対して喋るね。ビデオ会議では、よもやま話がほとんどです。猫の話とか犬の話とか、今話してる先には黒い、プードルがいてですね、その話をしたりしています。さあ、じゃあどうぞ。そして、ジャン君がジャン君がペロペロしてるよ。そうだね、あ、面白い面白い面白い、かわいい。今ね、あ、怒ってる。ジャン君と、おー、いるいる、こっちにもいるいる。黒い人こっちはこっちで面白い絵になってるんだけど。あ、かわいいかわいい。ゆきちゃんが。モコです。モコちゃん。黒いプードルのモコちゃんと言います。モコちゃん、モコちゃん。モコちゃんかっこいいね。鼻がシュッとしててね、男前だよね。はい、モコちゃん、ありがとう。はーい。モコちゃんくん。うちではね、ジャン君とラブ君が今ね、ボクシングのようなパンチの競り合いをした。猫パンチみたいなね。はい、何ですか、ラブちゃん。ラブちゃん、シュルシュルするしかね。うん、なかなかかっこいい横顔なんですね。ね、超かっこいい。ちょっと、もこちゃん映そう。もこちゃんかっこいい。もこちゃん、かわいいね、もこちゃん。もこちゃん。もこちゃん、TTV 怒らないね。もこ。もこちゃん。もこ。もこちゃん。見たね、こっち。かわいい。どこだ。もこちゃん。もこちゃんかっこいい。かわいい。なんかかわいいお洋服着てるし。もこちゃんいいお洋服着てるね。うん。おお、かっこいい。もこちゃんかっこいいね。そっちって今日は雨降ってる？朝だけ降ってました。朝、うちもそんな感じかな。まだどんより暗いけど、もう雨はやんだのかな。昨日の夜ももっと降るかと思ったけど、うん、私が帰る頃にちょっとパラ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 って、あ、そう、うん、小雨が降ってきた程度で、なんかね、気分が明るくなるような快晴続きになるといいな。うん、はい。あ、ポンちゃん。ポンちゃん、そこ。ポンちゃんは鍋の中です。オリンピックなのにね、あんまり話題も。そうだね。うちなんかフィギュアスケートファンなのに。うん。うん、やるのかな、本当にちゃんと。そして羽生くんは出られんのかな。うん、宮原ちゃんはね、出られるそうかもしれないけどね。
少しずつ誰かと会うっていう機会をやっぱり増やしていってね、あのなんていうかな、すごくコアな人たちとではなく、そうだな、運命的出会いを期待しつつ誰とでも浅く広くやっぱ会っていくのがいいような気がするね。最終的にはやっぱりビジネスをしなければいけないから、背景がね、そこって壁が白だから、なんかこうカーテンの濃い色のカーテンでも後ろに置くと綺麗に撮れるよ。そうそうそう、黒との落差が少なければ少ないほど綺麗に撮れる、うん、例えばえんじ色の背景とかね、あ、綺麗だ。なんかやっぱネットがつながりがおかしいね。うち漏電がどうのこうなってるのが火事とかに至んなきゃいいんだけど、本当だね、うん、なんか来週大幅な中チェックをするらしいんだけどね、うん、月曜日にね、うん、その2時間くらい停電になるらしいよね。そうなんだよ、今時午前中に停電って。あ、でもあれだって家の中は大丈夫だって言ってたよ。ただあのネットでつながってるテレビ と、うん、とインターネットだけがダメだって。であとはにしてもね現在の話じゃないよ。まあね、でも全部消さないと調べられないらしいので、うん、なんか面白い人っていうものの枠を作って、知り合いになっていくっていうのが一番整理できるかもね。例えば商売に都合がいいとか、とても動物のことを考えているとか、そういう見方をしちゃうと偏りが出るので、なんか変わってるとか面白いとか、そういうところにポイントを置くと、うん、かな、全然大丈夫だったんだよね、今まで、うん、何かが変わっちゃったんだ。そうだ、葉っぱちゃんとかどうしましょう。え？ああ、いや、捨てていいよ。うん、もうね、使い終わりだから。なんかさ、パキパキしてるでしょ、弾力とかなくなってるでしょ。燃えるゴミで出せるからそれ、うん、あのティディベアだけなんかの時にもらえれば。あ、そうか、これ、うん、葵さんのやつ、うん、そうそう、久しぶりの再会だった、ね、そうそう。で、ね、この12月のその10日の時って、うん、猫ちゃん持ってくるんでしょ、うんうん、うちはね、うん、ここでまたダメだったら持ち帰るの、うん、そう、ダメでもよくても一旦はまた連れて帰って、うん、そうなんだ、うん、
しょ。その時この子持ってったらじゃあ、うん、いいよ、あの何の中に入れられるようにするよ、うん、大丈夫、うん、私のバッグとかにポコって入れちゃえば。鹿とかもいたよね。鹿とかも捨てていいよ。あ、ちっちゃいやつだね、うん、あれ100円ショップっぽいやつ。300円ショップ、うん、300円ショップで買ったやつだし、だいぶ古くなっちゃってるし。あとあのライトとかもあるよ。あ、ライトは使えばなんだかに、また商品撮影とかするでしょ、うん、まあ今時あんなんで撮らないから、あのクリップの方は使えるかな。あのなんだっけ、ハロゲンっぽいライトは、メルカリとかに出したらいくらかで売れんじゃん。売れんの？本当？あれね、元値はね3000円ぐらいするの。でも何十、あ、そうね、中古だからね、うん、しかも今時は LED にもなってきてるから。そうだよ、うん、まあ、ダメでもあの捨てるのは捨てていいし、あれを、そのまま燃えるゴミで捨てていいかどうかちょっと調べてからだけど、ね、燃えるゴミなの？電気屋に持っていく必要あるかもしれない。燃えるゴミって出せそうだ。普通のさ、まあね、電気、電球とかと一緒で割れないようにして、うん、燃えないゴミに出せばいいんじゃないかな、ね、ちょっと危険とか書いて、うん、まあ、あの最後に1回500ワットかかるけど、ライトつけてみればものすごい明るいよ。あ、それこそ、あ、そう、そこで今つけたら暖房になる。うん、暑かった500ワットの暖房器具っていうのもすごいよね、今時はね、うん、あとなんだっけ、あれが、これ、これと同じのがあるはず、この丸い、あ、レフ板か。レフ板は使えるよね。レフ板が使える。そうだよね。まあ、あの使えるものはそのまま継続して使ってもらって。いらないものは処分してもらって。うん、ごめん、僕をね、おならしたからうんちかもしれない。あら。じゃあうんち処理を頑張ってね。ライン処理します。はいはい。じゃあね。はいはい。おならするんだ。かわいいね。トイレに連れてかないで。そうだね。はい、君たちももう遊び疲れた？疲れないね。疲れないな。はい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 。あ、向こうの部屋です。あそこのすぐ右側に。何集まってきた？なんか集まってきた。さっきもそこに3人で、じゃんけん、じゃんけんとしようか。ちょっと感じてたのね。かわいい感じでした。じゃあ、なんちゃんだよ、パンツちゃん、あの、あれを、なんだ、爪とぎを移動させたよ。爪に引っかかって取れるのかな。あそこ意外とね、ガチッとはまってたんだよね。